ひまわりの匂いのする侍を探す風と、成り行きでお供をする侍二人、無限と仁は、特に何も考えずに流れに身を任せ、三人の珍道中は相も変わらず続いている。時は江戸の時代、天下太平の世に侍の居場所はなかった。一緒に旅してんだ。なわけねえだろが。死に飢えてんだ。尺を切り、手だれを切り、並み居るつわものを切り、そして腹が減り、金を稼ぎ、飯を食い、風がさらわれ、また切る。浅はかだ。超失礼。だいたいこんな旅だ。回り回って回り道、無限仁風の三人は全国制覇の勢いで列島を大横断し、いよいよかの目的地、いざ長崎へと。物語は少々遡り、隠された絵巻が紐解かれしそろう。もう一つの侍チャンプルー。あ、始まり、始まり。あと3歩で死ぬ。無駄に喋るな。豚の丸焼きだ。あんなでっけえ豚が浮かんでるぜ。ちょっと無限、ついに幻覚を見るとは。ええぞ。三食昼寝付き、ジン、タダ飯だよ、行こう。とことん怪しいが、背に腹は変えられん。やっぱ帰るわ。同感だ。絶対無理。
どこまで行けばいいの？もう冷たくて歩けないよ。冗談じゃねえ。食い物に釣られてのこのこ船に乗るからだ。最初に船に乗ったの無限でしょ。つまりだ、うまい話には罠がある。結構な罠だな。多いぞ。何これ、何なんだこいつら。この地に心当たりはない。まあこういうのも嫌いじゃねえけどよ。ふう、そこに隠れてろ。行くぜ。強い男大好き。いい香りがする。血の濁った香り。に会えるの。どうなってんだ。ざけんなよこら。お前は私のもの。言うことを聞きなさい。なわけねえか。